じゃあ大丈夫ですか。はい、引き一枚チャージしまして普通になっちゃおう。はい、終了です。ブレイクアウトを取り出します。もうないよ、表向きにしたメーカーの部だけで、はい、わかりました。あ、オープンだ。厳しい。割と待ったりないし。来まして、ドラゴンを含むカード1枚デッキに戻しまして、シャッフルですね。シャッフルして1枚引いて場に出します。ハメだみたいな、これグイッチ。ドラ1枚引きます。で、場に出た時のノープで、まずノーマルスクエアにあるカードを1枚戻せるんですけど、それは同じで、3枚目公開しまして、その1枚手で変えます。ストベリーで手で変えます。で、戻して剥がします。はい、幸せー。何しようかな。何しましょう。しないしない。結局今日こっちだった。ん？ああ、さすがにこっち出たいです。コスト5以上ドラフトやる理由はないして。そこまで赤クローブポイント楽しくねえなと思えばね。フリームでは使わねえでしょ、スライム。どうですかね、なんか全体的に、はい、俺、ワンマリ、ダブマリして頑張ってキープしてない相手、普通にキープしてズームアウトくからもう俺ゲームになってねえじゃん、もうせめて対等な状況でやってる相手、全然マリガーしないですよ。のくせになんか、ポンポン、鎖ってやられたら、クソかよ、なんだこいつら。別にスプレー1枚、サッカー1枚でキープしても3ダウン目
リソースロス。考えなきゃ見ちゃ出せりゃ。ラストゼロは横にします。そこをやっていくしかない。はい。データ3000円ぐらい出ました。じゃあこいつは。こっち2体目チャンピオンでもしねえと割に合わねえ。ベタ。あと、スクエアのセックスの違いなんで、パワーマイナス。あれ、ラノエル引かれやもんねって。まあ、仮にラノエル引いたところで、スクエアの飛んできたらおじゃんだから。3000マイナスと、ポジティマイナス。あそこに置いておきます。まあ、言ってた、ドラゴンレクリーン達成して。カルトシと、コンプレートに入った、ミドクロのアーチ。スクエアに3000ダメージを、マジで当たりまして、コントロールではなく、でも、ちょっと、クモンバラさんって、途中まで踏ん張りだけど、パートナーこれが出たんで、3000で、3000で、今、ポケの1000です。オークが2枚はあるから、そこはちょっと逆に優秀にしないと。コスト3位かな。侮辱も4枚かな。なので、コモン1コモンがマジでええのと。セリーヌの効果を引き止めて、ウェイカーを応援します。カル投手とかの試練とか、まずその辺がなかったら。画面に入ります。画面に入ったら。だからファストランドをモダンに取られてるから。あー、なるほど。コストね。確かに。1枚下げるよ。あ、でも、俺の手は差し替えてもよかったんだよ。あの、何せアブザーに入ってるもんだから、俺の手持ちにね。スリーを出します。はい。じゃあ、イケイケのストレージにウルザスサーガのミドコールとかなかったんですね。いや、ストレージだな。合ってるけど、俺、ストレージに出たもん。1万円に入れたら、上からやけど。新はあの、はい、アイマスから探すとあると思うんですけど、相手の方の絵がいいな。セリーヌの起動効果でベイカーレベルが1で、ノーマルスクエアのカード1枚移動できます。ストレレを。これが食べた人は、もう今ら追いに来たらいいです。3度で。先にこちらの方を起動します。もう1体のセリーヌの効果で、セリーヌを投げします。セリーヌで、ドラゴンレベル、ボイドクリーンのドラゴンレベル2以上だけでドラゴンがないから普通にそのままか。はい、ブリディーンが発動します。やっつけられるかな。トラッシュノイト、前回の攻撃を今は攻め込んでいる。今はフルタップ。これは現状の判断が。フルタップ上がるだろうが、日語だろうが、竹語だろうがでもいいけど。ちょっと待ちください。一応、ファストベヘアの効果で出たセリーヌが短縮ですね、手札に戻ってしまうので、はい、あと、こちらもリソースリンクで出たから、リソースに飛んでしまいます。はい、あのアベーザイの人が増えてて、基本セット19は、下に与えた影響が出続きになっているので、あ、確かに。でかい影響ってあのボックスプロモの問題だけだろうな。違うんだよ。しかも影響の与え方も違うし。違うんだよな、確かに。あ、ちょっと見ましょう。見てボールのボーカーです。強いかって言われると微妙なんですよ。でもな、反発止まるからな。相手の展開でオールインしてきて、次のターン殴れば勝てるよみたいな場面でこれやって2ターン殴り続けたら逆に勝ち。実際ライフ詰め始めれば多分ブロッカー用意するのもことだろうから強いと思うんだけど、相手にバランスより強い可能性はあると思う。そうですね、ブロッカー関係なくなる。今のうちに抑えてもらって、なんか次ポチポヤシありそうですよね。そうなんだよな。でも俺4回はあるから、ちょっと待って、今のうちに入らないかな。でも若干手遅れ感はあるけどな。まあでも5年後に比べたらマシじゃないですか。まず多分次のセットあたりでもレア上がると思うけど、何かしらでも多分使われるだろう。結構デーモンもいるからな、落ち返しがデメリットにならないんだよな。あのデーモンはどこにデメリットを置かれてるの？
だから。で、ただでさえデメリットねえのに、持ちこやすこと自体がもうメリットになっちまうから、結局デメリットがなくなってくんだよな、もう。これはもう一枚、一枚。え、まず、サッカーの中で一緒に、じゃあ、戻せりね。お前最後のルーセリーの、はい、今の66でやってるデミットさんっていうのは強いのに、どっちもじゃないですか。どっちもアストビリアの、どっちもアストビリアのものってどっちもそうだ。今の山のデモン疲れてないけど、疲れそうなセリーがあるから。いや、俺な、確かに、その無意識出してからデーモンで裂くれば、落ちも返せるから、多分。ここら辺と噛み合わせたらできると思うんだけど、ただその墓地を肥やしてメリットになる敵が今ないから、はい、してアストビリアの装備に取ります。あれ、あと死んだらゾンビと組んだ人間一体、はい、アホンケットじゃない、アホンケットじゃない、あー、はい、いや、気持ちいいと思います。いや、アホンケットって2枚か、1枚は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 、そしたら水曜だって1マナでセルフミナー8枚あってサクって損しないカードが8枚あるわけだから、4マナデーモンまで行ってもデメリットにならないから強そうな気はするんだけど、セリーが3マナ、ただ問題はその1マナから4マナまでの間をどうやって出るかって話になるんだけど、いい状況なのかな。それこそあれでね、この野望の試練とか2ターン目ちょっとお茶を濁して4ターン目5ターン目にデーモン出してカルトをつけたら勝ちまでありそうな気はしないでもないけど、試練落ちたけど、送信か2段目のアクションは送信、その後のアクションは送信で、だって試練落としてもよくない、もう一回、はい、あいくら、あ、いや、あの試練したら落ちてしまうので、あれ、あ、じゃあ、そうか、そうですね、試練アモンケット落ちるか、そうなんだ、噛み合うカルトーションダメだとしたら噛み合うな、ひっさし本当にこっち来るんだろうな、ライブラリーとか行ってんじゃないですか、なんかあればあれ、なんかあれがなんかの日になった、緑馬に背中からの翼をつけて殴るって面白かった背中からの翼、うん、失敗したな、ハンコン、はい、警戒11修正のエンジャーズ、はい、強くいるぞ、強いですね、よいしょ、セロだから緑しようか、よし、これ自体は白のシングルシングルで、ターンをシングルシングルします、グルします、はい、じゃあ誰も注目してないですよ、いや、リミテッドだとこれに勝てる、2枚で勝ちます、失礼です、それシングル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 ですよ、あれセラの攻撃って何だったのそれ、イグニションフェイズ、イグニションフェイズ、リソースフェイズはなしで、リソースフェイズだから一番バリーション、いや、ここなんそこそこ1枚ベタベタ貼らないからいい、え、これ伝説になるから送信効かない、あ、本当だ、ちょっと実際にスペースがないサック受けとかね、いや、馬なら効かないです、あ、そっか馬なら何一つ効かない、よしろのミッドレンジ的なデッキでもワンチャン強いので、うん、普通に、これで、はい、チャンピオンにつけてもいいし、チャンピオンって結構ネックだよ、ミドミドミドからの4ターン目に白1を補給しなきゃならないから次のショックランド出てからかな、そうやっきます、そしてあれだね、で、イニッシュを小立ちしかないもんな、うん、小立ち、小立ちと私は1問ですね、小立ちしかないから、はい、ファストがミラでいいんだから、ファストがミラでいいし、ハッピングだと今度アイスワールドやったからチャンピオンは、チャンピオンは3番目の人も強いっちゃ強いんですけど、マシンの巡礼者あたりいると強いな、メインがいまして、はい、そのままターン中、はい、生き残った、生き残ってしまったあれ手札からだと6番の僕になってしまったので、さっきちょっとやりすぎました、ね、環境に1番のマナグリ8枚入れねえか、そっか交換のリスク、そっか、マジか、賢者みたいな感じで、どうしようかな、ちょっとプランが崩れた、フレスクがセットしますね、はい、あ、そういうことか、わかりました、
ました。なるほど。困ったな。太鼓呪文抜いてたのか。いざと太鼓呪文。いざと太鼓呪文。あれは抜いたんじゃねえか。太鼓は。今したらもう一枚呪文。天使普通にあるけど大丈夫。じゃあメインフェーズ入ります。はい。はい、
付12時半からスタートの1時、はい、なんで気をつけていらっしゃいただければと思います。はい、待ちます。はい、すいません。アルタフォースという下にソウルやるよ。どうやればいいですかね。今、ああ、はい、カード付けるわけですね。付けられです。で、で残りをリソースする。はい。ありがとうございます。あれ、グリシャにした？あと、アルタフォースのカード2枚。タクシーのこと1枚スリープに飛ばします。はい。これでマスが持って、俺は。めくれろ、めくれろ。次の P。ダメだった。この PTPQ では、アルグレイズを握れないことも確定しちゃう。どうしよう。あ、でも、ユーファ2枚出せる。地元メーターを考慮してデッキを選ぶとは思わないけど、それにしたって明らかに振り振りつくデッキが多いものを持ち込んでもしょうがねえから。もライフの減らせるよ次第だな。いたします。次は稲妻あるからそこ次第だなって感じある。でもマルパイってそんな振りつかなくねえだろ。プッシュもあるし、うん、なんか正直あのデッキがないだけで分かんないですよね。やってみないと。で最速で動かれたってリンリン間に合うからアンコも大丈夫だし、ティムエルバトルレンジぐらいかなと。そうそうそう、あそこだけでちょっと警戒しなきゃな。すいません、そうなんです。それまで行くとライフが止まってるんで、なんか逆にワンジャンプ。はい、なるほど。はい、そうです。キロだから稲妻無駄遣いしないで本体に最後結局あたりの方が何も起こらないんですか。あれだ、はい、つけてヤンパイに授業切らざるを得ないからサンシャインで、10プラス4つでしょ。これ下地代になってるわ。1プラス4つでしょ。1まで詰めて1万4500円で、まあ、これで、ね、それカード1万5000円変わんないけど相手のタイタンシフトのプレイヤーでチケットシフトだけの勝ちっていう場面で、あの俺の手札があったのこじるくのシーンなので稲妻でもこじるく、あの思考の上でこれ勝ちだったね。これで負けるっていうこと。これコモ入ってなかった。これコモあったんですけど盤面にクリーチャーが1体いて、あー応援して微妙に稲妻だといけたんだけど、反転が、はい、反転か相手のその受け死を抜けば戻らず、そこであれだ、あのバンドスピードもやった時結構いい盤面になったな。一応盤面だとパワーパンクはしないです。あれ盤面では。やっぱりそれがあるんだよな。はい、よっしゃーい。こちらがそんなの分かんないから、ランプしてきたときは何だね。いや、俺も一応作りますけど。一応、父さん絶対暑いだろ。考えそれは絶対暑い。なんだ、夜寒いじゃん。夜は寒いけど、今絶対暑い。いろいろ計算しなきゃならない。絶対これ土地20
収録が嘘だと思う。これね、あの伸ばしたいのが分かる。ウィーカーレビューの3あります。レイヤー入ってる、レイヤー4入ってる。プレイヤーって一緒にリソースには5枚以上あります。ゾロ系ないし、あなたのリソースにある、それが入ってないの。マナクリは、マナクリもない。もともとのレシピマナクリないからね。あ、結構ね、ラノエルは4枚入れてきた。リソースがあるカード入ってるんですか。石川が入ってる。もともとあれ入ってなかったから俺も入ってなかったけど、一番デッキの一番5枚以上のマーガー、あとはデッキ一番上のリソースにかけてます。理由が、エドワタリとレンジャーが25だった。あなたのリソースにあるゼクスを1枚選んで、手札に戻して、ノーマルスクエアにあるシャイニングランドだった、赤ラシのドだった。そしたら俺、自分でもいろいろ聞くな。防空が出るかどうかっていうと、はい、一番それだ。防空出してたら25かなって。これを使って3を起こします。あの勝手に2枚くるやって、あるある。そして1、ヒアハルクも2枚入ってるから、はい、押すかちょっと25にすっか、分かりません。
たいなものがない。最高の部分は自分が
非常に悪い動きをしている想定で一人増しして生き残っていれば、まあ、その時はまだ動けると、あ、まあ、いいそういう、ね、前提のことで表示をしてみろ、うん、1体目、うん、ラドフット、エンド、不毛として飛んできた、不毛として飛んできた、つまり気温1キロで食べ3時間目1段目、1時間目、1時間目、1時間目、とても雪来た、はい、木見来てきた、こっち木見切れない、負けだ。簡単なし、相手が分回り、もしくはなんかヴィンテージのスタンダードの動きしてくれの想定で一人増ししろって。レガシーのモザーはだって一回つまずいてもなんとかなるの。そうそう、いや、ほんと世の中で一旦置けなくてもどうにかなるけど、スターなんか途中置けなくてもしんどい。けど違う、世の中って右人ばっかりじゃない。レガシーがあるんですよ、それじゃな、うん、俺、思考かけてハンド見たら西田のワークショップって3名も手ついたから。いるんだぜ、とか。いや、それはね、それは3名ぶっ殺したんです。さすがぶっ殺したね。そしたら、あれ、まずいんだよ。この敵、相性悪いんだよ。セットします。まあ、嫌から入ってきたんだけど。チャーシューじゃん。そうだな。本名を思い出せない。ただ出た。ショックより小島が強いなと思って言ってたよ。ショックじゃない。ショックで臨場の2枚しかない。そんなショックで、あの緑系のあれだよ。ショックはね、ショックじゃなくて俺マグナスレイにして、ね、ショックの違う、攻撃違う。ね、まあ、どう違いが出たとしてね、ショックなんていうのかなって思うけど、だそこまで勝つと、まあ、しんどい。で、カルタ見じゃん。ガルタ無理だよ。諦めろよ。ガルタ無理じゃないけど、赤タンでガルタ無理だ。無理だ。二丸で出てくる12のトラップル。お前、健全的ポケットがガルタする。どうしようもない。いや、6番で、ね、カット4回、あ、3回打てよ。その前に、ね、健全的ポケットが必要だろ。強い。いや、発展で、じゃあ12と赤いで、健全的ポケット。クソが。あれ、ケントスコン、見てとし何枚取ってこれ23にする。セットします。はい。ここで絶対5枚じゃなくて、でも4段と俺そっち引き、そっち引きを決めて、俺だからこの先に上だって、そうなんですよ、1枚が悩ましいんだよな。セクションの数でしょ、確かに。そう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 、引き継ぎのは5に変わるんですよ。それがあるんだよな、俺回してねえから分かんないんだよな。やっぱ1回バリアンした時に引く率がどんどんやっぱ下がるんで、やっぱ多ければやっぱ24は取った方がいいのかな。で、ミッドレンジだったら25はいいじゃん。25ですか。24はやりすぎかもしれない。オープンタイプができない。普通に考えるとさ、まだ勝つことないんで、5番の中に忘れてる。そして名前は24だった。やっぱミッドレンジは24。あのさ、アングロニアとグロリーグ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 リてか、そもそもだって1、2、3、4、5、6、7、ボイドグリーンからは、まあ、スティカーはいらない。23で動くわけないですよ、そんな。1、2、3、4、5なんて。1、2、3、4まで止めて、はい、12、4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 、
力あるよ。大木さんほど大木さんほど大木さんほど。まず話を聞いてくれ。まずは。優しすぎるから。佐藤さんの話俺が聞こう。じゃあ代わりに聞いたと俺の話も聞いてくれ。俺なぜこれ口出し言わなきゃならないんだっつ。蓬莱、いや蓬莱能力。でも水曜関係だったらやっぱケルトバリスだったらこの辺絶対必要だよね。能力使って。まあ、あの、本当に起きちゃうから。まあ、ちょっと動いたな。スピードじゃねえからな。どうしてこうか。はい。はい、で、タワー終了します。あんまり人を持ち上げることは得意じゃないですか。当たり前。
触りのないことで避けるのはできるけど、持ち上げるのはできねえから。はい、よし、じゃあ最後合体して、で合体の効果でこう反応します。強くなってます。12枚以上あるのか、まあ、アトロジーさんが1枚いたら、まだハード情報が何かトラッシュが楽じゃない、トラッシュが2枚追加する、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、アタックプラス3000だから大丈夫だ。で、トラッシュから2枚だって1000円、あ、これ朝までございます。お疲れ様です。